ルの味噌汁とマリモンです。本日はですね、はい、GGG シネマパラダイスコメント返信会、イエーイ。うち映画を紹介した回で、あのぜひ皆さん の、うん、あのおすすめのうち映画教えてくださいっていうのをね、うん、投げかけたんですけど、コメントでたくさんのね、映画を紹介していただきました、うん、はい、なので今日はそのコメントを、気になるところを拾って皆さんにおすすめしていきたいと思います。はい、まあ何個かあったんですけど、はい、アンズラミリンス、はい、これも名作ですね。まあ少女がね、ある一人女の子が主人公なんだけど、はい、戦争で辛い現実が描かれてるんだけど、それとは対照的に、うん、まあその子の頭の中で起こるストーリー、うん、まあその子には現実的には見えてるような感じなんだけど、うん、戦争の現実と頭の中のファンタジーがそう一緒に同時進行で行くんですけど、まあ最後はもうかなりショッキングなんですけど、うん、これネタバレになるからいいかもしれないけど、まあ女の子はこっちが本物と捉えるか、こっちが現実のうちと捉えるかで、うん、ちょっと後味が悪いのは変わっちゃうから、愛から見たらあれはハッピーエンドかなと思うけどって感じ。人によってバッドエンドに見えるかハッピーエンドに見えるかが変わる映画っていう、そうですね、感じですかね。ダークファンタジーな、はい、これ結構パッケージはね、キラキラ綺麗なファンタジー映画、そう、かなりファンタジーなのにパッケージは、うん、まあ、裏を、ね、見たら分かってしまうかもしれないなんか本当にパッケージ詐欺で、あいもそのパッケージを見て、あ、これ絶対ファンタジーが面白いやつだと思って借りたのに、まあ見たらなんか画面暗くないみたいな続きましては、はい、ミスト、これ結構コメントでたくさん来てました。そうですね、やっぱり、はい、映画といえばミストっていうの代名詞ぐらい、うんうんうん、もうでもこれあえて言わなかったんですよ、動画では、うんうんうん、もうみんな知ってるだろうし、うん、そうそうそう、まあある日、街が突然霧に覆われるのよ、はい、ミストに、うんうん、で正体不明なんだけど、なんか触手がね伸びてきたり、ミストから霧からね、でまあスーパーマーケットにこもったりするんだけど、まあそこでみんなさ恐怖になってさ、ちょっと精神おかしくなってきちゃうじゃん。そうだよね。だからなんかそこで変なおばさんがね、私は神のなんか伝え人であるみたいな感じでちょっとね宗教的なね感じになってた、カルト宗教みたいなのをそこで始めちゃって、はいはいはい、最初は誰も信じないじゃん、なんか変なおばさんがあんなこと言ってるわって、うん、でもだん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 みんな本当はそうかもしれないってなってきて、うん、崇拝するようになっちゃって、そこから脱出もしないといけないしみたいな。ミストも人が怖い系の映画。そうなんだ。じゃあなんかあれだね、その化け物系と思わせといて、うん、実はみたいな。そうそうそう、崩壊していく感じよね、理性の人間が。人間心理の神髄みたいなことなんですかね。そうなんですね。はい、うん、続きまして、こちら、はい、人間怖い系ホラーの代表作品ぐらいのエスター。はい、これは先生は、実習先生は、私これ見たんですよ。あの人間怖い系のホラーは平気なんですよ。あ、そうだった。なんかミザリーとかそういうのも好きで、あ、スティーブン・キングとか、あ、最高、最高だよ、うん、なんかね、あのね、エスターその流れで人間怖い系ホラーの代表として見たんですけど、うん、おばちゃん怖いわ。おばちゃん怖いか、うん、女怖いわ女怖いなんかね、色恋さずに揉めた女って怖いわ。あおばあちゃんって言ったの最大のさ、オチなんだけどさ、まあ、気になる方はね、見ていただければ、めっちゃ面白いから見てください。これね、ピラニア 3D はね、マジクソって書いてあったけど、うん、めちゃくちゃ面白いからね。B 級大好きなの。あ、B 級も見てるもんね。そうだから、めちゃくちゃ面白かった、この B 級ってなって、後でなんか検索とかして、なんか評価が 2.1 とかだった。最高かよってなってなんか、どういう内容なの？ピラニア 3D だよ。ピラニアに襲われるんだよ、とにかく。襲われ尽くすの結構。ぐしゃぐしゃぐしゃって。あの、日本語のね、吹き返してる人が出川さんだったりして、あ、やばいよやばいよって言われながら、どんどん魚に食べられて血だらけになっていくから、これは面白いなって思って。田村ゆかりさんとかもね、吹き返してたと思う。すごい豪華なのよ、とにかく。でも映画の内容はピラニアストーリーなんかないからさどん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 お詐欺って感じだから。あ、じゃあなんか疲れた時に見てほしい、うつ映画っていうか、ホラー映画。そうそうそう、なんかうつ映画を見た後にこれを見たらいいかなみたいな計算される感じがある。あとはそうだね、ファニーゲームとダンサーインザダークとかも。あ、どっちも見た。私ね、うん、ファニーゲームはね、USA かなの方見た。あ、新しい方かな。はい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 、はい、昔の2種類あるんですよね。あるね、リメイクね、うんうんうん、卵をね、人参にはちゃんと貸しましょうって話ですよ。それや、そうそうそう、なんか貸さなかったから。そう、最初は貸してたんだけど、なんか帰る時にパンって割られちゃって、で、いいんですよってまた渡したんだけど、また割られちゃって、うん、でもさすがにもうないよ、次ないよって、もうちょっとごめんなさい、ないんで卵ってなったら逆恨みされて、いっか、ザーファスみたいな感じで。そっか、それか。そう、まあ、ゲームだからね、ファニーなゲームですよ。で、ダンサーインザダークは無理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 、熱出た熱出た7度マジで超えた、これマジで。もうでも、愛もね、かなり引きずった、これ。全然映画とか見て、全然なんか
かうわ悲しかったなぐらいで終わるけど、男性がなんか本当になんかお腹空かなかったの。待って、アイポンのさ映画の基準さ、お腹空くか空かないか、物が食べれるか食べられないかって感じだから、これ本当なんかえぐかった。これアイポンに教えられたんだよ。あ、そうなの。確かね、いや勧めてくれたから見ようと思ってみたいなさ。でもアイポンがめっちゃ笑顔で勧めしてくれたの。めっちゃ笑顔で勧めしてくれたの。だから、あ、きっと最後救われるんだと思って、うん、めっちゃ笑顔だったから、うん、バンプラーンって、そうこうだもんね。アイポン2週間嫌いだったもん。だから 2週間で済んでよ。なんか本当あのね、主演がね、ビョークさんなんですけど、天才歌手のね、はい、その彼女の歌声がすごく綺麗で、なんかミュージカル調みたいなところもあるんですけど、ちょっとね、歌っててみたいな、待ってみたいなところがあるんですけど、まあ、主人公が目が見えないんだよ。やっぱ息子のためにね、息子も将来同じ病気になっちゃうかもしれないから、目の手術するためにお金を貯めてるんだけど、貯めてるんだけどって感じ。これね、本当ネタバレなんもなしでね、見てほしい。いや、ネタバレは絶対ダメだね、みたいな。これ、ね、信じて見てほしい、私たちを、うん。うん。これマジで見てほしい。味噌汁がないと同じ気持ちになれるから。うん。ご飯食べられないよ。ご飯食べられないし、熱出るわ。うん。なんか、グロいとかそういうのではないから。そう。本当にね、不憫すぎるよ。人が。そうね。そうなの。まさに不憫。そう。見てほしいね。はい。現実ってクソなんだなってなる。うん。アメリカンスナイパーか。おぉ。アメリカンスナイパーかってなった。あ、なるほどね。クリント・イーストウッド監督の、あの、実際にあった、元傭兵、兵士の話なんだけど、うんうんうん、スナイパーね。英雄伝みたいな感じで、本当になんかすごい人の話だから、うんうん、見ててはすげえな、みたいな、うんうん、こういう葛藤もあったんだな、人を倒すみたいなね。で、いろいろ見てたんだけど、最後、エドロールって感じだから。いやー、じゃあ本当に何とも言えない感じなんだ。そう。え、そうだったのみたいな。やっぱ、ミナダーさん、イザダーク。来てますね。ホワイトドーナツ、チョコレートドーナツ結構知ってるんだけど、アレックス知らないの気になるんだよね。意外とリクエムフォードリームみんな、あ、ドラマね。あー、マーターズね。そう、マーターズ。マーターズは本当だろうね。最後のシーン、終盤のシーンね、これまあ言ったらなんだな、言って、顔剥がれるのよ。めっちゃリアルなの。本当にベリベリパリパリみたいな。あでも今もうダメだった。やばい、今そのうち聞いただけで私こうだった今。いや耳入れないと思う。無理だ、怖かった。ありがとう、絶対見ない。ということで、はい、皆さんたくさんのコメントありがとうございます。拾いきれなかったものもね、我々いつも見ておりまして、気になるものはねこうやってコメント拾っていきたいと思いますので、ぜひね、あの、各映画の話の時に皆さんにおすすめの映画はって聞くので、ぜひコメントしていただけたら嬉しいです。ということで今日のまとめは、はい、うん、定番のミスターファニーゲームは見た方がいいよ、うん、ということなんですが、はい、iPhone のこの中で一番一本見せるなら何ですか。みんな、ダンスハイドダークを見よう。また見てください。はい。